いただきながらまずど、ね、うしたんだよねここだったもう一つ下の右今右目に綺麗に入りましたそして間にちょんとなりましたけれども左目に入っていただきます全然大丈夫です <laughs> さあそれでは竹内さんようこそいらっしゃいましたまずは一言ご挨拶をお願いいたしますはい、桐生一馬を演じました竹内涼真ですよろしくお願いしますえー、まあ、去年の 5月からですかねつ約半年間ぐらいこの龍が如くの作品に僕は命をかけてきたのでやっとこの制作発表というこの日を迎えられてすごく嬉しいですそして先ほどあの g a の皆さんとお会いして龍が如くを作った皆さんが面白いと言ってくださったので本当に 一つ僕はこう頑張ってきて救われたなという気持ちです。すごく嬉しかったです。えー、今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてもうメガネ空付けになられている方もいらっしゃると思います。今日は本当に一段と素敵な置物姿でご登場いただきましたね。そうなんです。これ僕の自前なんです。あの唯一無二という着物のあのブランドで。 このキーシーを見て僕一目ぼれをして作ったんですけど着るタイミングがなくてそしたらこの制作発表が決まってあじゃあそこに下ろした方がいいんじゃないかということで今日着させていただきました、はい、ちょうど桐生のなんかこうイメージともすごくマッチしたので、はい、これにしました。はい 龍が如くビヨンドザ・ゲームはセガの大ヒットゲームシリーズ龍が如くをもとに日米のクリエイターによるオリジナル脚本で描かれたクライムアクションサスペンスです本作は1995年と2005年2つの時間軸を行き来しながら物語が描かれます主人公気カズ馬を演じるのは本日ご登壇いただいています竹内龍馬さん また本日竹正治監督にもお越しいただいておりますがご覧の日米のクリエイターによって作られましたそしてそんな待望のドラマがプライムビデオで日本時間の10月25日金曜日より世界配信されることが決定いたしましたなお本作は吹き替え版を含む30以上の言語で同時配信をいたしますカ国 三十言語って何でしょうね <laughs> 僕を選んでいただいどうして僕を選んでいただいたんだろうっていう意味を自分で考えながらやっぱりすごく素敵なねあの原作があって皆さん龍話五徳の桐生一馬はみんな大好きでしょやっぱり <laughs> だからその人を僕は演じるにあたってやっぱり覚悟を決めなきゃいけないなと。 うん、その話をあのお話を聞いた時に思いましたしやっぱり命をかけてこの作品の望まないと、うん、成立しないんじゃないかなという,こう、まあ、重圧だったりとか、まあ、使命感とか、まあ、あとは何だろう本気でぶつかってみようかなっていう,こうふつふつとこう湧き出るなんか燃えたぎるものが何かこうお話をいただいた時はなんか、うん、湧き上がってきてましたね。はい 見どころはどこでしょうかあの、まあ、作品に入る前に監督と何度かお話をさせていただいて、まあ、本のことだったりとか今回こういうふうに作品を作り上げていこうっていう、まあ、セッションは何度かやらさせていただいてで、まあ、今回2つの時間軸を描くので、えー、と95年と85年。あ年2005年。 なんかそこのコントトラストというかやっぱり桐生一馬のまだこうゲームでは描かれてない部分をやっぱり自分が一から作り上げてやっぱりその原作を本当にリスペクトしつつ新しい龍が如くを作っていかなきゃいけないなというやっぱ覚悟もありましたしすごく僕はこの桐生一馬っていう人間はすごく愛情深いというか。 愛情に飢えてる、うん、なんかそういう部分をこの「神室町」というこの舞台ですごく人間らしく生々しく描けたらいいなと思って臨んだんですけどでもそれがすごく、うん、そうですねリアルになんかこうすごく素敵に描かれているんじゃないかなと思いますけど、はい、そうですねどのような存在でもあの桐生一馬は キリュカズマなんんででですすけど自分でもあるんですよねやっぱりあのあの撮影期間の半年間は桐生一馬に僕はなってましたしそれとしてやっぱ自分だったのでなんかやっぱこう桐生一馬を自分と役として切り離すことはできないぐらいやっぱり近いところにありましたしそれぐらい、まあ、体作りもそうですし、うん、あと衣装だったりメイクだったり。 やっぱりその10年のコントラストを描くときにやっぱりそのビジュアルも変えなきゃいけないということでそこもすごく話し合いましたしなんだろうななんかちょっと前にその役を演じてたっていう感覚よりは本当にこのキャストの人たちと家族のように過ごしていたのでうんその去年の。 1>, 1年前のその瞬間にしかできない、まあ、自分自身だったのかなという感覚ですかね今思うとはい。<laughs> 描かれましたいいキリュウカズマの背中に彫られた入れ墨王竜の金屏風でございます本日はこの王竜の目玉を竹内さんに入れていただきえこちらの金屏風を完成させヒットの祈願とさせていただきたいと思います俺この前で写真撮りたいなあ後ほどたっぷりとしっかりえっ竹内さんに目を入れていただきたいと思いますのでご準備をお願いしたいと思いますさあそれではご準備がよろしければ お願いいたしますおバランスを見ていただきながらまずあどうしてもう一つ下の右今右目に綺麗に入りました <laughs> そして間にチョンとなりましたけれども左目に、はい、入れていただきます,す、ね、<laughs> 全然大丈夫ですほ,ほくろです、ね、大丈夫です 大丈夫です。ああ素晴らしい。一回ででしょうか。バランス見ていただきながら。待って。お、消せないのこれ。ど、よ、消さなくて大丈夫です。すごい流になってるこれ。記念ですけど、それも記念かと思います。いかがでしょうか。オッケーだそうです。すごいミラクル起こっちゃったんです。すごいミラクル起こりましたね。これやっぱこの距離だとわかんないやどう目が。確かに。ああ。飛機で見ないと大きい絵柄ですので、問題ないと思います。しっかり両目に。はい、皆さん。 無事、王流に命が吹き込まれました。<laughs> はい、いかがでしょうか。はい、そちらで結構です。お写真撮らせていただきます。確かに。第三の目は。ここに描きたくなっちゃうね。<laughs> ね多分、引き寄せがあったんだと。あの、そこに一番の力がね。三つ目の目が <laughs>。一番の竜の。<laughs> 確かに。宿るということ。